国令は国画法を構成する監修法の一つ。国画やその在庁官人が国内統治のために用いた。国令の性格については、律令制が崩れて、律令法が機能しなくなった中で、監修法として成立したとする石本氏の説と律令法が機能していた時期にもそれぞれの国の官令が監修法として認められて式などの形式で、 組み込まれていたとする宮城栄章の説がある。宮川牧の分析によれば、8世紀にはすでに存在し、9世紀に入ってから、諸国から朝廷に対して申請が挙げられて、大乗官府や民部省令の形で承認を得て、成分法化されるようになったとする。実際には、すべての国令が朝廷に申請されていたわけではなく、 朝廷もその全容は把握してはいなかったと考えられ、それぞれの国で実際に用いられた国例の中には、記録に残されなかったものも多数存在したとみられる。旧世紀より記録に現れている。この航路より、旧来の律令体制による朝税形態が解体して、官物立法、国領立法と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。 天業6年には現地に赴任した国司が、在庁官人に国令を諮問して、官人側が国風投資を行うことが、官例になっていることが記されている。また、国令には租税に関するものだけではなく、公文や検事、不合浪人対策など多岐にわたっており、国司が国令によって国務を効率よく運営し、在庁官人や雑人との円滑な関係を、 維持していったと考えられている。永遠2年に、終わり主藤原元長が、軍事、百姓から訴えられた。終わり国軍事百姓東海部には、元命が、国令を無視して、旧来以上の徴収を行ったことが求断されている。ありがとうございます。